1984年のロードレース世界選手権1984年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第36回大会となる。シーズン前の下馬評ではディフェンディングチャンピオンのフレディスペンサーが有利だと思われていたがホンダの新しい V4 マシン NSR の初期トラブルとシーズン序盤の怪我のために思わぬ苦戦を強いられ、 タイトルを守ることができなかった。ただし、様々な問題を抱えていたにもかかわらず、スペンサーは、シーズン5勝を挙げている。ヤマハのエディローソンは、ステディエディのニックネームにふさわしい戦い方で4つの、勝利と4回の2位という成績を残し、500cc クラスの初タイトルを獲得した。ホンダワークスに移籍したランディマモラが3勝を挙げて、ランキング2位に入った。 二百五十 c c クラスでもヤマハに乗るフランス人クリスチャン・サロンがリアルロータックスに乗るマンフレッドヘルベの猛追を尻ぞけてチャンピオンに輝いた。百二十五 c c クラスのアンヘル・ニエトは六勝を挙げ二戦を残して通算十三個目のタイトルを手に入れた。前年までの五十 c c クラスに代わってこの年から新設された八十 c c クラスではステファンドルフリンガーが 初代チャンピオンとなった。ありがとうございます。